といわれる盆栽の葉を短くする技を教えてもらいました。例えば話ね、これ6月と思ってください。6月下旬ほんとこういうふうに伸びちゃって、ほんとこのまま置いておくとこんな長い葉っぱだから、短くする短葉法をつってこれを全部切っちゃう。そうすると切られちゃったから、このまま置いておいたら木は慌ててこういうとこ芽持つわけ、芽を。ほんでこのくらいっきゃ伸びらんないわけ。短葉法とは、新しく伸びた枝を切ることで葉を小さくする技です。しかし、なぜ枝を一回切ることで盆栽の葉が小さくなるのでしょうか。帝京大学で植物の治癒能力を調べている朝比奈正史さんは、葉が小さくなるメカニズムに光合成が関係しているといいます。盆栽の葉が小さいメカニズムについては、まあ、いろいろ説があるんですけども、一つはですね、葉っぱ一回全部摘んでしまいますよね。で、摘んでしまうと植物光合成できなくなりますので、そうすると一回栄養が少ない状態になってしまいます。で、そこからまた新しい葉を作り始めますので、まあ、あんまり栄養がちょっと少ない状態から葉っぱをたくさん作るので小さい葉っぱができるんじゃないかっていうふうに考えられています。盆栽を育てる技は植物のメカニズムを利用し編み出されてきたのですね。 CM の後は、根っこを切ることで盆栽に活力を与える技と、そこに秘められた植物の驚くべきメカニズムに迫ります。盆栽を美しく見せるための技、次は根切りという技です。盆栽は定期的に植え替えという作業が必要不可欠で、その時に行うのが根切りだといいます。植え替えをどうしてやるかっていうと、こういうふうにこれ根っこがね、もういっぱいなの、これパンパンですよ、硬くなっちゃって、でそれでそれを崩してハサミでねカットして、そうするとまた元気でいるわけですよ。根っこを切ってるから、根っこ切っちゃうんですか。根っこ切ってやんなきゃ植え替えになんないの。これこうちょっと保護して見てもらいますからね。これカット、根切りをすることで盆栽に活力を与えることができるそうなのですが、意味がないの。植物の命の源と言っても過言ではない根っこをバシバシと切っていくことで本当に活力を与えることができるのでしょうか。カットしてやるのが今一番の2月下旬。実は根切りは盆栽以外でも園芸家や農家の間で植物に活力を与える方法として慣習的に行われてきた技術でもあります。しかし根切りによってなぜ植物に活力が生まれるのかはこれまでよく分かっていませんでした。ところが最近、その謎の一端がついに科学の力によって解き明かされました。やってきたのは北海道札幌市にある北海道大学。ここで植物の根を研究している綿引正明さんは、根切りのメカニズムを解き明かすヒントを得ることができました。根切りの謎を解くために綿引さんはまず白犬ナズナを使って根切りの経過観察を行いました。そしてその実験結果から、根切りをした方が側根と呼ばれる太い根から枝分かれしている根の数が増えることが分かりました。この側根が増える現象こそ根切りによって
植物に活力を与える大きな理由の一つだといいます。側根の数が増えると吸収する器官の数、表面積が増えますから、その養分、水分を吸収しやすくなります。なるほど。根切りによって植物に活力が生まれるのは、側根が増えたことで多くの養分を吸収できた結果だったのですね。さらに綿引さんら研究グループは、根っこが増える際にある植物ホルモンが関与していることを突き止めたといいます。私たちが発見したのは、新しい根っこが出てくるときにはオーキシンがさらにいっぱい合成されるということが分かってきた。綿引さんが口にしたオーキシンとは一体どのようなものなのでしょうか。オーキシンというのは